本にはない味なので、すごく好きです。あそこ当ててくださいって言われたらどう思いますか、うんうん、ジョンブロなんで。ジョンブロなんで。Halo Rek, kembali lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Japan tentunya. Dan di video kali ini kita sebenarnya mau bikin podcast tapi di kafe. Tapi karena waktu dan kesempatan kita hari ini agak sedikit ya, kita nggak apa-apa di sini. Hai, sekarang bintang tamu kita adalah Nanako-chan. Ya, halo semuanya. Nama saya Nanako, tapi orang-orang panggil saya Na-chan. Na-chan. Oke. Oke. Na-chan wa? 今 SNS、うん、何やってますか？な、うん、TikTok、Instagram、Instagram、うん、Twitter、Twitter、YouTube、いや、YouTube セデキ、YouTube セデキ、セデキセデキ、バヤさんインドネシア上手です。ああ、で、わかし。どこから勉強？ああ、で、ブック、リブック、YouTube、あ、ライブ TikTok、ライブ TikTok、あ、アプリカシ、アプリカシ、アイシアイシアイシ。Kenapa kamu suka Indonesia? Awalnya gimana? Ya, orang Indonesia. Ya. Saya suka orang Indonesia. Karena baik-baik. Orang Indonesia baik. Baik-baik, ya. Dan makanan Indonesia. Saya suka makanan Indonesia. Udah makan apa aja? Tahu isi. Tahu isi. Tahu isi tempe goreng. Tempe goreng mau? Enak sekali. Tahu isi apa tuh? 日本にはない味なので。すごく好きです。嬉しい。その後は何か食べますか？ミーゴレン。ミーゴレン。なくしっかり。マルトバック。マルトバック。マルトバック。サヤスカマカンマニス。どこで食べました？リバリー。バリー。バリーで。インドネシア。インドネシア。うん。リマカリ。リマカリ。リマカリ。すごいじゃん。サヤスカインドネシア。リマカリか、リマカリ。すごいすごいすごい。どこ行ったんですか？バリ。バリが、もちろんバリです。リマカリ。バリリマカリ。リマカリ。ジャカルタドゥアカリ。ブカシ。チカラン。チカラン。チカラン、サトカリ。バンドゥン、サトカリ。オッケー。ブカシ。ブカシ。チカラン。バリ。バンドゥン。うん。オッケー。ブカシ。ブカシは何しに行ったんですか？ブカシは、カジサクラ祭りっていうイベントの MC をやったんですけど。MC。そう。センバワイキャラ。それで、力に行きました。へえ。そしたらさ、なんか、SNS もやってて、MC もやってて、それ以外はなんかやってますか？もともと中学3年生から女優をやっていて、女優。今もたまにちょくちょく映画出たりとかさせていただいてます。中学3年生から。なんかドラマとか。あ、そう、ドラマとか CM とか。もうちょっとだけ出てました。すっごい。いや、まだまだです。すごいと思いますよ。ありがとうございます。昔、その後はバンドゥン。バンドゥン。何しに行ってました？バンドゥンは遊びに行きました。遊び？なんだっけ、なんとかバンドゥン。ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ。ドゥンサテ？違う。ドゥ、ドゥなんちゃらバンドゥン。なんだっけ？なんか、遊べるところがあるんですよ。ごめんだけど、私、バンドに行ったことはありません。そっか。ないです。じゃあ、どうしようかな。なんか、テーマパークみたいなところがあって、そこに遊びに行ったのと、あと、いちご狩り？いちご？いちごがすごくなんか有名らしくって、いちごいっぱい食べてきました。昔、バンド、チカランは？チカラン。あ、そう、チカラン。あ、ブカシがチカラン。おぉ。そう。ああ。なるほどね。そうです。オッケー。その以外は何かやってますか？それ以外は、ジャカルタ。あ、次？あ、次。あ、ジャカルタも行った。ジャカルタも2回行きました。へぇー。1回目は、なんか、
そのジャカルタで活動したいなと思って、うんうん、まあ、ちょっと遊びに行って、うんうん、日本人、向こうで活躍されてる日本人の方とコラボしたりとかして、あ、はいはい、で2回目がその、うん、ジャカルタでもインパクトネーションっていうあのアチャラに参加させてもらって MC やらせていただきました。 MC ですかね。MC すごい MC だと思います。歌も歌いますか。ボイストレーニングは行ってるけど、うんうん、そんなになんかちゃんと歌ってはないです。あ、なるほどなるほど。今度はなんか歌いたいと思いますか。あ、今度はなんか歌いたいと思います。歌いたい、うん、歌いたいけど、うん、あんまりうまくないかも。いや、うまいと思いますよ。トレーニングもあ、うん、やってます、うん、やってます、うん、やってます、今もやってます、うん、すごい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 。ありがとうございます、うん、そして、あの、なんか、まだ今からやりたいこととかありますか？今からやりたいこと。叶えたいこととか。ああ、でも、ずっと、あの、うん、中学3年生から女優やってるから、うんうん、その女優をインドネシアでやりたいなっていうのが一つと、うん、あと今、コンテンツをインドネシア、うん、日本の良さをインドネシアに発信したり、うんうん、インドネシアの良さを日本に発信したいなと思っているので、はいはい、それをちゃんと、その、見てくれてる方に届けたいっていうのが二つ目です。すごいですね。やりたいことあります。でも今もフォロワーが、うん、フォロワーがもういっぱいあるんじゃないですか、うんうんうん、フォロワーさん。ありがたいですね。今は何万ごめんなさい。今、TikTok が80万人かな。TikTok は80万人。インスタは？インスタが、でも17万人とか。すげえ。いやいやいや。YouTube か。YouTube は全然やってない。全然やってないから、これから、ね、これから頑張りたいなと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。ちっちゃい頃の夢は女優。ちっちゃい頃の夢は、うん、女優というよりは、なんかその芸能界、なんかそういうキラキラした世界に入りたいみたいな感じに思ってて、で、養成所っていう、なんかまあ、スクール、その芸能スクールに通い始めて、はいはいはい、女優さん楽しいなってなって、うん、そっから女優さんずっとやってます。すごい。全然。それは、あの、今の夢。今の夢でもあるし。うん。うん、あ、違いますか、うん、今の夢です。今の夢。今の夢です。うん。今の夢は、でも二つあって、うん、その女優として成功すること。うん、そのインドネシアとか他の国とかいろんな国の、うん、あの、うん、いろんな国で活躍できる女優さんになりたいっていうのが昔からの夢なので、うんうんうん、それが一つと、あと二つ目は、まあそれこそインドネシアと日本の架け橋っていうか、つなげられる人になりたいなっていうのが二つ目、うんうん。いいね。そう、インドネシア人は、あの、優しいって言ったんじゃないですか？うん、めっちゃ優しい。うん、本当に優しいです。ごめんだけど、うん、あ、もし、インドネシア人が、うん、あの、付き合ってくださいって言われたらどう思いますか、うんうん、めっちゃ嬉しいです。ですか。めっちゃ嬉しい。もう、あの、日本人でもインドネシア人でも。あ、ウェルカムです。もし、アメリカ人とかも。あ、もう、そこでも。全然どこでも。ジョンブロなんで。ジョンブロなんで。カレナジョンブロ。皆さん、ジョンブロなんで。はよー。オッケーオッケー。そしたらさ、なんかタイプとかありますか？タイプ？はいはい。でも穏やかで、穏やか。優しければ。でもさ、うん、あ、最初はもちろんみんな優しいじゃないですか。うんうんうん、でも、どんどん分かってくるんじゃないですかね。ああ、確かに。でもずっと優しい人がいいです。どうやってそれを見るんですか？この人は優しい。この人は、今回だけ優しい。あとは分からない。どうやって見るんですか？七子さんは。やめてほしいって言ったことをやめてくれる人が優しいかなと思います。なんかしてくれる人ももちろん優しいと思うけど、うんうんうん、それよりも、しないでくれた方が嬉しかったりするじゃないですか。例えば、なんか、他の女の子と話さないで、まあそこまでは言わないけど、なんか、まあ二人でどっか行かないでとか言ったらちゃんと行かない人とか、約束やもを、あの、破らない人がいいなって思ってます。なんか質問ありますか？質問。はい。どんな質問だろう。じゃあ、今のところは、あの、なっちゃんが、うん、インドネシアにすごい FIT、なんかよく知ってる方です。うんうんうん。じゃあ、今、インドネシア人として、どういう、うん、
あの気持ち的にインドネシア人はどうですかみたいな、そういうってあります。気持ち的に、うん、インドネシア人どうですか。あ、私がインドネシアの方に思ってる、うん、思ってる、 今のところ思ってる。めちゃくちゃもうありがとうでしかないです。なんかそのずっとなんて言うんだろうな、そう、日本であんまりうまくいってなくって、でたまたまインドネシアの方がこう入ってきてくれたから今頑張れてるので。なるほど。ファンの方がいたからこそ自分が活動できてるってことがすごく感じた。じゃあ要はあのその今インドネシア人のおかげで今自分をなんかすごい感謝すること気持ちがあるからこそ、うんうん、今そうやって言ってくるね、はい、うん、お前らちゃんと覚えとけや。な、今この日本の方でインドネシア人のことすげえ感謝してるなんだけど、でもお前らもそのインドネシア人として日本人のことちゃんと感謝しないといけないんだよ、わかった。じゃあ、ありがとうございます。すいません、時間がじゃあ。ありがとうございます。なんか、質問が忘れた。タイプの後はタイプ、うん、タイプの後は、あ、もしさ、うん、ごめんだけど、今は何歳。今22歳です。22歳。マシムダ。マシムダ、三月ムダや。そう、なんか、結婚とか、何歳になりたい。何歳になりたい。26か7。26か7。26、または27。26または27。うん、まだ4年か5年、うん、あと4年か5年、それまでは仕事頑張りたいです。ライブしてライブして何名前もしさ、その結婚式とか、うん、どんなやり、どんな結婚式とか、結婚式もしインドネシア人だったら、うん、インドネシア人と結婚したら、うんうん、インドネシアの文化とかは、うん、バリで、うんうんうん、そうですね、うん。めちゃくちゃそれは受け入れるし、自分も寄り添いたいなと思ってます。そうですね。確かに。そうですね。なんか質問ありますか、七子さん。七子ちゃんは、うん、彼氏、インドネシアの方は興味がありますか。あ、興味あります。興味があります。さっきからその話しかしない。興味あります。興味があります。もうインドネシアでも。どうぞ。インドネシアも日本もアメリカも、もうどこでも。どこでもいい。スマホランオケ。スマホランオケ。スマホランオケが。優しい人だったらね。優しい人だったら。優しい人だったら。理想な男性は。優しくて、ええ、穏やかな人。イエス。で、じゃあは初めてですかね。初めてです、うん、初めて。優しいだな、やっぱ。うん、優しい。いや明るい、人気持ってる。いやー、全然。本当、マジで、ね、動画よりが、うん、超可愛いね。確かに。嬉しい。可愛いね。ありがとうございます。全然よ。嬉しい。可愛いよ。ありがとうございます。照れちゃう。照れちゃう。照れちゃう。もうね、ごめんね、時間ないからなくて、うん、もうこれから、うん、まあ帰るから。あ、OK です、ね。気をつけてください。ありがとうございます。今日は。失礼します。ハッピーハッピー。お疲れ様。さまさま。かわいい、かわいい。biasanya bilangnya menyala abangku kan? Ah, そうだね。menyala abangku. それ違う abang じゃないだよ。padi だよ。padi. あ、いるの padi? padi. いるの padi nya abangku? menyala padiku. menyala padiku. Nanti menyala abang, menyala padiku. menyala padiku. Yes. Terima kasih. Thank you. Ya, dadah. Sampai jumpa. Hati-hati. Hati-hati.かっこいい帰り方。ええ、これまた。やだよ。ルパー。やだ。ええ、マジ。ありがとう。気をつけてね。ありがとう。ハッピーハッピー。バイバイ。面白い。そしたら、こちらも、そろかな。そうですね。ありがとうございます。時間がある時間です。そしたらさ、インスタと、TikTok も、YouTube も教えてください。あ、はい、インスタ、TikTok、YouTube、全部、7個、トゥジュプルリマ、アンダースコア、オフィシャルです。え、すいません。なんでトゥジュプルリマ？トゥジュプルリマは、7個、
の発音、日本の発音が7と5だから7個、そう7 5、なるほど、うんうんうん、です。すごいすごい。誕生日じゃないから誕生日じゃないよ誕生日だと思ったあ、本当にそう、75です。誕生日はドアップルオクトーバル、お、もうすぐかな、10月20です、うん、そろそろあ、そろそろ10月20、うん、10月20妹と一緒、え、本当に、本当本当本当、え、すごい、もしかして、え、妹妹か妹と一緒、え、何歳ですか、何歳だと思いますか、え、ドアップルリマ、違います、え、違います、もうちょっと、えドアプロテーション、言わないで言わないで言わないで、ラハシアラハシアラハシア、オッケー、じゃあね、いや、テーマラハシーだだ、今回の動画はここまでにしたいと思います、うん、また次の動画も楽しみにしてくださいね、じゃあねー、バイバイ、メニョロバンクーだだ。